The players today are escorted by boys from the local school team. この国に住む人たちにとってサッカーは特別な存在です。ハイレベルなコンテストのスペインの地で勝者となるのは果たして誰なのか、注目の戦いです。この時間はビパーレン長崎対バスコギプスコア、こちらをご覧いただきます。イーフットボールスタジアムで行われる本日のゲームです。今夜の天気は晴れ、いいコンディションの中このゲームを迎えた両チームです。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、このスペインリーグいよいよ開幕したわけですが、北澤さん、この世界最高峰のリーグ、どのあたりが注目ですか？個人的にもスペインサッカーは好きなんですけど、個人技と戦術の融合という部分はやっぱり見てて楽しいですよね、はい、どこのクラブが抜け出してくるのか楽しみですよね。そうですよね。今ファーストハーフが始まりました。スペインリーグビパーレン長崎対バスコギプスコア、長崎は今日は強豪と呼ばれるチームとのマッチになります。まあおそらく予想しているよりもさらに1枚2枚相手は上手に来ますから ねそれにきちんと対応できるプランが今日は必要ですよね、はい、大事なのはいくら相手が強かろうと自分たちのサッカーを崩さないことですよね。なるほど。ミケル・メリノ右サイドへ振ってトクラから左へボールを受けていい守備です。取らないですね。カイオサイドへ大竹、おいい形じゃないですか。選択直接行ってしまいました。江川ボ
大きくサイドチェンジ。こういった逆サイドへのフィードは相手を散らすのに非常に有効ですからね。展開としてはいいと思いますね。よく見えてますよね。裏を狙っていきます。あ、いい展開ですね。シュート。いやー、トクラジャストで合わせましたが決まりませんでした。持ってきてますし、ただ守ろうっていう形ではないですよね。今なんか攻撃の人数かなりかけてますから、まあ、バランスですよね。スルーパスを狙う。インターセプト。キーパー前へ蹴り出します。スペースを使う。シュート。トクラシュートまで行きましたが、ボールは惜しくも枠の外。いい状態でシュート打ったんですけどもね、ちょっとシュートコントロールがうまくいかなかったですよね。シルバー体を張ります。レフリー笛は吹きません。奥井からイバルボ。トクラスビメンディ、柔らかいボール、ここはつながりません。セカンドボール拾いたい。抜けてくる。イバルボ、ここは読んでいました。奥井、攻撃面でも貢献のできる選手です。流れを止めます。ゴロサベル、ディエゴリコ。さあ前半中盤に差し掛かる時間帯、スコアは0対0です。対応します。トクラのシュート。長崎は先ほども同じようなシーンがありましたがゴールなりませんでした。この時間帯リズムがいいですよね。決まってもおかしくないようなシーンが先ほどから連続してますからね。ちょっと狙いすぎたか、あるいは曲がりきれなかったのか、枠にはいきませんでした。積極的なディフェンス。奪います。奥井、イバルボへ、これ拾い、危ない、もっといいボールでしょ。アレックス・レミロ、しっかりと抑えました。このボールをカットします。いや、少しいい形になりかけたんですけどもね。これは合いません。もう一度組み立てます。ラフィーニャ、スルーパス、うまいインターセプトを見せます。加藤、このボールに触ります。ミケル・メリノ。さあ前半40分です。シルバー、うまいですね。いいボールでしょ。シルバパーへのボール、ヘッドだ。いやヘッドで狙いますがゴールならず。最後崩されましたよね。突破されて、シルバー守りきれてないですよね。今のセルロート、調子を生かしてのフィニッシュでした。奥井、大竹へ、出るか、抜けてくる。このボールをカットします。ここで前半が終了しました。前半0対0。両チームチャンスはあったんですが、
結局ノースコアで終えたという前半でした。45分戦って自分たちのコンディションはある程度張ってきたんじゃないでしょうかね。この後は今日の調子に合った攻め方守り方で来るでしょうから、また違った展開になるでしょうね。スペインリーグリターレ長崎対バスケフィックスコア、前半を終え0対0、後半へと折り返します。さあ後半スタート、長崎としては大暴してましたからね、はい、ここからも同じ調子でいけばゴールも近いんじゃないでしょうかね。そうですね、ミケル・メリナ、スベルディア、一呼吸を置きます。ダビド・シルバーへ、スビメンディ、これは届くか。さあゴールに向かっていく、どうだ、頭だ、これはもったいない場面でした。いい位置でフリーでしたからね、ここは決めておきたかったところでしたよね。抜けてくる、どうだ、そのままキーパーが抑えました。スベルディア、ラフィーニャ、ここは競り勝ちます。対応せざるからイバルフと呼んでいた。シルバー、ここはカットします。大竹、ディエゴリコ、そろそろ今日のゲーム終盤に入ってきましたが、依然0対0のまま動いていません。シルバ、ドリブルで上がる、やや危ないようにも見えましたが、レフリー取りません。トクラ、流れを止めます。スルーパスを出す、シュート、うわ、まだる、守備陣クリアの対応です。サイドを使います、このパスを受ける、イサク、さあつながるか、硬い守備を見せます。ベースにいいボール出たんですけどもね。山崎、スルーパスを狙う、低いボール、これは直接キーパーへ。対応せざるからイバルボ、ラフィーニャ、スペースを狙う、来たか、奥井、加藤へ、このボールをカットします。ディエゴリコ、ちょっと危ないぞ、このパスは。ルノルマン、ディエゴリコ、シルバー、スビメンディ、さあトクラ、ゴロサベル、ディエゴリコ、ルノルマン、ディエゴリコ、残り10分を切りました。長いボールを送ります。バスコギプスコアはメンバーチェンジです。2人の選手を入れ替えます。 Substitutions taking place.
Substitution on the field. Number 27. Number 20. 江川。Number 18. 長崎がこのゲームは自分たちよりも格上相手に0対0とこの終盤まで粘っている展開です。いやーよく戦ってますよね。Number 17. もうこのまま終わってもいい感じは十分あるんじゃないですかね。もうリスクを犯す必要はないですよね。ダビド・シルバーへ。いい攻撃でしたけどもね、まだ時間ありますからこの試合どうなるか分かりませんね。さあイバルボ、アレックス・レミロ、ここは抑えました。チャンスでしたけどもね、残り時間ありませんから決めなかったところでしょうね。タイミングで出されるとディフェンダーとしては一歩対応が遅れてしまいますよね。フィニッシュもキーパーの位置をよく見て落ち着いて決めましたよね。さあ長崎、土壇場で1本抜きんでました。いやここで頭一つ出ましたよね、はい、ここまで非常に攻守のバランス良かったですからね。そうですね、ここで笛です。1対0長崎勝利です。接戦をものにしました。イバルの今日のマンオブザマッチはやはり彼でしょう。素晴らしいプレーを見せてくれました。いや北澤さん、終了間際に決勝点が決まりました。いや本当もう時間がなかったんですけどもね、最後まで積極的に攻撃しましたね。そしてしっかり決めてくるあたりもさすがだというふうに思いましたね。そうですね、ありがとうございます。さあそろそろお別れの時が来ました。本日の試合は北澤剛さんを解説にお招きしてお送りいたしました。北澤さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。スペインリーグ、長崎が1対0で勝利を収めました。
Just a quick request today for everybody to please kindly remove any cars parked on the road outside the stadium. Hello everybody and welcome to today's match. この時間はビパーレン長崎対セレッソ大阪、こちらの一戦をお楽しみいただきます。今夜の現地ですが晴れの様子、両チームいいコンディションの中今夜のマッチを迎えました。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。まずファーストハーフ見ていきましょう。ビターレン長崎対セレッソ大阪、サイド紹介です。皆さんから見て右に攻めるのが長崎、反対側右のエンドからがセレッソ。オーバメヤング、ダルウィン、裏へ届くか。さあ裏を狙っていきましたがこれは通りませんでした。これはつながりません。シュート、決まった、先制、長崎。いや、今のは非常に危険な位置で奪われてからの失点でした。そうですね、相手の不注意もあったんですけどもね、それを狙ってきっちり決めてくる、シンプルですけども素晴らしい攻撃でしたよね。さあ長崎、このシュート、よく止めた。いや北澤さん、これはいいセーブでしたね。これは素晴らしい反応でしたね。このピンチでしたがナイスセーブ。
このファーストハーフ最初のコーナーキックは長崎頭なんと止めた。ここからですね、空いてますからね、縦行きたいところですよね。抜けてくる、一旦間合いを取る。ここでファールがありました。この辺はね、やはり抜ければチャンスシーンですからね。危ない状況でしたからね、あのまま打たれるのを避けたという形でしょう。さあこの位置、絶好の得点機でしょう。同点に追いつく大きなチャンスです。長崎はあわやというシーンでしたが、ここはしのぎます。クロス、ここは大きくクリア、ピンチを脱します。どうだ、ヘディング、見事なクロスからのシュートでしたが、これは決まりません。いつの間にか中に2枚3枚入ってきますからね、侮れませんね。太陽、大竹からエジガルジュニオ、エジガルジュニオからイバルバ、これは合いません。高橋、これはつながりませんでした。太陽、ここは読んでいました。しびき、一呼吸を置きます。オフサイドです。縦にボールを送りましたが、これはタイミング合いませんでした。高橋、長崎、ここでファールをもらいます。清武、今のは注意だけだったようですね。そうですね、まだ時間があるので慎重に行きたいところですよね。裏へのスルーパス、仕掛けるか、このボールをカットします。ここからカウンター早いでしょ。太陽、さあ一人で持っていく、もうこれいいでしょ。ボールが上がる、乾、ジョー・ゴメス、大きくサイドチェンジ。こういった逆サイドへのフィードは相手を散らすのに非常に有効ですからね。展開としてはいいと思いますね。よく見えてますよね。大きく前線へ、スルーパス、シュートもあります。オフサイドですね。太陽、うまいインターセプトを見せます。イバルボ、積極的な守備を見せます。これもファールですもんね。沢田、スペースを狙う、クロスを入れる、頭できた。エジガルジュニオ、ピンポイントのクロスに合わせてきました。サイド崩されましたよね、突破されて。中央も守りきれてないですよね、今のは。ダルウィン、乾へ、
抜きに行きますとボールはイバルバ。さあエジガルジュニオ、さあ右へ預けて大竹、固いディフェンス、スペースを使う、抜けてくる、トップで収まればね、シュートまで行けた攻撃でしたけどね。ここは繋がりません。柔らかいボール。取らないですね。ここでファーストハーフ終了。引き続き15分間のブレイクに入ります。前半から得点が動いています。長崎。まずは前半先制して折り返しました。いい前半でしたよね。中盤でシンプルにボールを回しながらチャンスを作ってますよね。ビファーレン長崎対セレッソ大阪、長崎が1点を先制して後半を迎えます。さあ後半スタートです。長崎としてはここで守ろうと思ってしまうと向こうにペースを握られてしまいますからね。なるほど、そのあたりゲームの進め方は慎重にいきたいですよね。加藤、海王へ、エジガルジュニオからイバルボ、このセカンドボール、清武からオーバメヤン、高橋、大竹、大竹右サイド上がる、さあエジガルジュニオ、これは届くか、これはどうだ、自分で行く、シュート、キーパーセーブ。乾、さあカウンターのチャンスになります。オーバメヤン、さあフリーだ、シュート、きた、同点、セレッソ、ここで同点に追いつきます。いやこれは面白い展開になりましたよね。奥の技ありのシュートを決めてきました。これは素晴らしいですね。シュート、決まった、勝ち越せ長崎。イバルボチェックを受けていましたがしっかり決めてきました。相手からのプレッシャーかけられてましたけど落ち着いて決めてきましたよね。チェックを受けても簡単に奪われないテクニックが光りましたよね。どうだ、シュート、さあカウンタースピードを上げたいところ、ここはいいプレスで奪います。 The attendance for this match was 71,649. スルーパスを狙う、セレッソとしてはこのやり方を続けていけばいいと思いますね。そうですね、残り時間積極的に行きたいですよね。いけるか、このパスを受ける、シュート、決まった、追加点、長崎リードを2点に広げます。空いたスペースを見逃させた、オーバメヤンがゲット、セレッソ、これで1点差まで詰め寄りました。オーバメヤン、ディフェンスに寄せられましたが見事なゴール。いや寄せられてましたけどしっかり決めてきましたよね。ボディバランスの良さっていうのがゴールにつながりましたよね。長崎はここで選手を変えます。さあセレッソ、これで相手を射程圏内に捉えたでしょう。ちょっとこれ分からなくなってきましたよね、はい、このままの勢いでもう1点ってこともあるかもしれないですよね。今年の切り替えも早いですよ。イバルボへのボール、裏を狙う、ジョー・ゴメス、これは合いません。加藤、イバルボ、さあ左サイドへ、
お、いい形ですよ。どうだ、あ、ダメだ。シュートを狙いましたがボールは惜しくも枠の外。チャンスのシーンでした。絶好のチャンスでしたけどもね、フィニッシュがちょっと甘くなっちゃいましたね。もったいない気がしますけどね。清武、リバルバ、加藤、スペースへ、この位置で受ける。長崎ボールです。Substitution on the field. 長崎は2本目のコーナー、セレッソは1本です。 Coming on to replace him is...ここはキーパー処理しました。ここで引き離せばもう勝負決まったようなものですからね。裏のスペースを狙う、止めた、危ない、シュート、いやー追加点、長崎、これがダメ押しゴールになるのか。クリスティアーノ、北澤さん、これ今フリーになっていましたけれども、うまくマーク外しましたよね。ラストパスからフィニッシュまでの流れが素晴らしかったですよね。時間にすると本当何秒もないような一瞬の判断なんですけど、お互いのイメージがぴったり合った見事なゴールでしたね。ちょっと今のはディフェンスはなかなか対応しきれないですよね。クリスティアーノ、監督の采配見事的中という感じでしょうか。投入直後のゴールです。いや監督見事な采配でしたよね。選手としても交代直後に決めることができたので、ここからいい形で試合に入っていけるでしょうね。さあ長崎、これで2点差、リードを広げます。いや時間帯がいいですよね、はい、この時間での2点差は精神的にも楽になりますよね。大きな1点ですよね。そうですね、長崎が最後の交代枠を使います。ナンバー19 coming on the field is ナンバー17。さあつながるか、クロスを上げる、シュート、防ぐ、清武奪います。奥からクリスティアーノ、ここはつながりません。清武カウンターですよ。スルーパスを出す、飛び出した、ここはカットします。スペースいいボール出たんですけどもね。インターセプト、ここはクリア、落ち着いて対応します。イバロドからアキノ、これを読んでいた、これは合いません。縦へのボール、クリスティアーノへのボール、アキノ裏を狙っていきます、跳ね返される、ここはつながりません。スクイークロスだ、ディフェンスの対応がちょっと遅れてしまったのか、フィニッシュまで持っていかれてしまいました。これを奪います。ここはファールを取られます。イバルム裏へ届くか、絶好の位置、シュート、長崎追加点、さらに突き放します。これで3ゴール差。
中盤で奪ってからのカウンター決めてきましたね。これは積極的な守備が効きましたよね。そこからシュートまでの流れも素晴らしかったですね。クリスティアーノ、今日2点目のゴールです。ここで笛です。5対2、このゲーム勝利という最高の結果で昇格を決めました。さて北澤さん、ゲームを振り返ってのコメントお願いいたします。長崎としては素晴らしい勝利になりましたよね。次のステージではまた強豪が待っていると思いますけど、どこまで戦えるのか非常に楽しみなチームですよね。そうですね、ありがとうございます。さあ放送時間の方がそろそろ少なくなってきました。本日の解説は北澤剛さんでした。北澤さん、本日ありがとうございました。ありがとうございました。長崎は昇格を決め、次のステージへと駒を進めます。
Just a quick announcement. We would like to inform you that CCTV is now in operation for your safety.各チームしのぎを削るこの大会、熱戦を勝ち抜くことはできるのか。最後をかけた戦いの始まりです。この時間はビファーレン長崎対マンチェスターユナイテッド、こちらをご覧いただきます。 e フットボールスタジアムで行われる本日のゲームです。今夜の現地ですが晴れの様子、両チームいいコンディションの中今夜のマッチを迎えました。
このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まず前半見ていきましょう。ビターレン長崎対マンチェスターユナイテッド。マンチェスターユナイテッドがこの試合は 4-4-2 のシステムで立ち上がり臨んできました。そうですね、各ポジションごとの役割がはっきりしているシステムですよね、はい、サイドバックとサイドハーフの連携から中央へのクロス、まあ、これが一般的な形になってきますよね、まあ、両サイドの縦の動きが非常に重要になってきますよね。今やサイドバックは守備だけでないんですね。まあ、この 4-4-2 のサイドバックは攻撃参加の機会が非常に多いですからね、まあ、スピードやクロスの精度、そして何よりも運動量が求められるポジションですよね。おそらくチーム内でも走行距離は一番多いんじゃないでしょうかね、はい、と呼んでいた縦へのボール、モハメド・エルネニー、アシュリー・ヤング、モハメド・エルネニー、江川、カイロ、素早いパスで攻め上がっていきます。エティガル・ジュニア、ベースウェブでしょ、ベゴビッチ、しっかりと抑えました。アシュリー・ヤング、カイオ、うまいインターセプトを見せます。ベーラーからハビエル・エルナンデス、さあ裏を狙っていきましたが、これは合いません。上田クロス、シュート、シュートを狙いましたがボールは惜しくも枠の外、チャンスのシーンでした。いい状態でシュートを打ったんですけどもね、ちょっとシュートコントロールがうまくいかなかったですよね。大竹、大竹からエチガル・ジュニオ、エチガル・ジュニオから右サイド、これを読んでいた、フリーシュート決まった、先制、長崎素晴らしいタッチからゴールにつなげてきました。いいシュートでした。いや、素晴らしいゴールでしたね。ファーストタッチからシュートまでの流れ、イメージ通りだったんじゃないでしょうかね。さあ長崎先制、1対0です。これでペースを作りやすくなりましたよね、はい、ただ相手も先制されたことでアグレッシブに来ると思うので落ち着いた対応は必要になりますよね。このパスを防ぎます、エジガル・ジュニオ、長崎ここでファールをもらいます。高橋、カイオ、さあ繋がるか、シュート、来た、追加だ、長崎立て続けのゴール、決めてきました。これはギリギリでしたね、ライン際での駆け引きからゴールが生まれました。シュート、来た、マンチェスターユナイテッド1点差まで追い詰めます。いやー、よく詰めていましたね。落ち着いてよく決めましたよね。一瞬のプレーなので枠を外したりもするんですけどね、きっちり決めてきましたよね。次のプレーの予測ができていて素晴らしいゴールですよね。さあマンチェスターユナイテッド、これで相手を射程圏内に捉えたでしょう。いや、素晴らしいですよね。流れは来ているのでこのまま同点まで持ち込みたいですよね、はい、裏を狙っていきます。澤田、長崎はポゼッ
ションサッカーを得意としているようですが、どのあたりポイントになってくるんでしょうか。そうですね、攻め急がず相手の隙を伺ってますよね、はい、スペースができた時の一瞬の動き出しには注目ですよね。そうですね、華麗なパスワークにはぜひ注目していただきたいですね。守備側としてはプレスを積極的にかけてくるんじゃないですか。プレスをうまくかわしながら、おっと狙えるか、シュート、いやわずかに右へそれました。まあこのシュート枠は捉えてないんですけども、非常に精度の高いシュートですよね。澤田、澤田裏へ届くか、このボールに触ります。ベラから不安またボールのこのパス、これは奪い返します。ここでファールがありました。前半終了間際ビッグチャンス、決めれば同点に追いつく絶好のチャンスです。さあベラクリア、このピンチをなんとか出します。リズムを刻む、裏を狙う、インターセプト、大きなクリアでここはしのぎます。エジガルジュニオへ、柔らかいパス、長崎、ここでファールをもらいます。さあ狙える距離です。ここで引き離せるか、まだある、縦にボールを入れます。前半終了です。非常に動きがあるファーストハーフでした。差は1ゴール。さあここでお話を伺います。前半は点の取り合いになりましたね。いや盛り上がりましたね。今唯一ですから次に出てきますよね。どちらが止めるかで状況が大きく変わってきますからね。長崎としては今のところリードしてますけど、点も入れられてますから、まだまだ油断は禁物ですよ。ビファーレン長崎対マンチェスターユナイテッド、長崎が2対1でリード、前半を折り返します。ではセカンドハーフ見ていきましょう。いやー同点、マンチェスターユナイテッド、ここで同点に追いつきます。これは熱い一発になりましたよね。フリーの状況を見逃さず決定機をものにしました。いやパスのもらい方も良かったですし、ポジショニングもいいところにいましたよね。シュートの瞬間もキーパーの位置をしっかり見て冷静に流し込んだいいゴールだったんじゃないでしょうかね。シュート、マンチェスターユナイテッド、いや勝ち越し、試合をひっくり返します。ワンマタドリブルからのシュート、これは完璧でしたね。いやボックス内で冷静なフィニッシュでしたね。ドリブルからシュートっていう個人の力から生まれたゴールですよね。やっぱりチームにとっては大きな武器になりますよね。ワンマタ今日2点目のゴールです。さあマンチェスターユナイテッド1点をリードしてリスタート。いや止まらないですよねこの勢い。さっきのゴールを、ここでファールがありました。これに対してレッドカードです。マンチェスターユナイテッドここで10人になってしまいました。縦のボールを入れてきますが、これは合いません。ハビエル・エルナンデス、このボールをカットします。スタミ抜けてくる、行きますよ、まだ行きますよ、コース空いた、これはちょっとコントロールできませんでした。
これは通しません。スペースを使う。ここは読んでいました。フアンマタオフサイドになります。長崎はこのセカンドハーフの序盤をビハインドという形で今日は戦っています。まあこの後半の入り方で主導権が変わってきますからね。マンスは相手より先に掴むことですよね。まあそしてもうこれ以上失点しないことが重要になりますよね。ここで受けてボールが上がる。これは直接キーパーへ。The attendance for this match was 70,987. うまいですね。上げてくる。危ないシーンでしたがクリアの対応。さあ右へ預けて。カウンターですよ。自分で行く。沢田危ない。どうだこのシュート。取った長崎。またまた同点。なんという展開。ボールを奪ってからの一連の流れ素晴らしいフィニッシュでした。攻撃がスタートしてから流れが良かったですよね。やっぱり一瞬でもコースを開けると最後まで持っていかれちゃいますよね。Substitution on the field. 素晴らしいハットトリックです。エジガル・ジュニオ。 Coming on the field is リファーレン長崎が今日はよく。さあ勝負だ。はい、開いた。さあ打つか。さあどうだ。シュート。決まった。勝ち越し。マンチェスター・ユナイテッド。今のシュート前のボールコントロール素晴らしかったですね。これはトラップからのシュートへの流れが完璧でしたよね。クオリティの高さを見せてくれましたよね。エラ今日2点目です。さあマンチェスターユナイテッド、ここでリードを奪いました。マンチェスターユナイテッドとしてはこんな数的不利な状態での得点非常に大きいですよね、はい、ただここから決して楽ではありませんよ。空いたところは必ず狙われてきますから、もう走るしかないですね。そうですね。裏へのスルーパスと呼んでいた。今の形すごく良かったですよね。これを繰り返せばいいと思いますね。そうですね。残り時間積極的に行きたいですよね。長崎が交代の枠はまだ2つ残しています。Substitution on the fieldNumber 27 coming on to replace him is number 7. スペースを狙う。佐藤。高橋。ここはカットします。川田へ。さあカウンタースピードを上げたいところ。低いボールだ。いいとこまで行ったんですけどもね。ただまだ時間残ってますから、ここは一旦落ち着きたいところですよね。スペースへ。来たか。クリスティアーノへ。これは相手選手に当たりコーナーキックになります。これがこのゲーム初めてのコーナーキックになります。長崎。これを読んでいた。ちょっと慌てましたかね。でもまだ時間ありますから分かりませんよね。ファールなしです。沢田へ。沢田ショー。ここはつながりません。もったいなかったですね。本当最後まで諦めてませんよね。抜けてくる。
長崎ボールです。Substitution on the field. Number 19. Coming on the field is number 18. 対応します。エジガルジュニオ。ここからカウンター早いでしょ。さあエジガルジュニオ。Added minutes has been indicated. アシュリー・ヤング。マンチェスター・ユナイテッド。ここは時間を使います。フワンマタ本日2ゴール。さあハットトリックまであと1点です。フワンマタに渡る。奪い返します。加藤。さあクリスティアーノ、このボールをカットします。そして今試合終了、4対3、長崎逆転負け、敗れました。北澤さん、今日のゲームどうでしたか？長崎としては今日はホーム戦でしたから当然勝ちたかったはずなんですけどもね、ちょっとこうその辺を少し考えすぎたのかもしれませんね。そうですね。スタジアムを興奮のルツボへと叩き込むという試合展開でした。さあそろそろお別れの時が来ました。本日の解説は北澤剛さんでした。北澤さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。長崎が勝利できませんでした。
And we come to you now with a quick request for support for our charity fund, Chance in Football.
熱戦が続くこのコンペティション、突破に向け一歩踏み出せるのは果たしてどちらのチームでしょうか。この時間はバルセロナ対ヴィファーレン長崎、こちらをご覧いただきます。舞台はバルセロナのホームカンプノウです。クレと呼ばれる熱狂的なサポーターの声援がこのスタジアムに鳴り響いています。これは相手に与えるプレッシャーは相当なものでしょう。コンディションを確認しましょう。今夜の天気は晴れ、過ごしやすい気候の中行われるゲームです。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。前半ゲームはスタートしています。バルセロナ対ヴィファーレン長崎。さて北澤さん、今日のこのゲーム注目すべき選手を教えてください。ミラーですね。シュート、先制、長崎バルセロナゴールをこじ開けます。これはギリギリでしたね。ライン際での駆け引きからゴールが生まれました。今のシーンはまさにディフェンダーとの駆け引きですよね。こういう攻め合いは見応えあります。どうだ、シュート、うわー、来た、追いついた、バルセロナ。いやー、これは北澤さん、いやー、この点決められた後相手の一瞬の隙を見逃さなかったですよね。今のボールいかがでしょうか。いや、しっかりタイミング合わせて見事なボレーだったと思いますよ。バルセロナシュート、わー、ディフェンス陣の隙を見逃さない、いいプレーでした。積極的に前からプレスをかけていったことによってこういったチャンスが生まれてくるんですよね。攻撃を生むための守備っていうのができてますよね。太陽スルーパス、このボールに触ります。ロマーリオからディマルコ、ロマーリオフリーだ、シュート、笠原のセーブ。バルセロナ、先ほども同じようなシーンがありましたがゴールなりませんでした。いや、惜しかったですよね。まあ形は作れてますからこれを続けていきたいですよね。長崎は今のカウンターよくしのいだと言っていいんでしょうね。バタバタした守備の中でキーパーだけが冷静でしたよね。まあ、次からもう少しリスクマネジメントを考えた方がいいですよね。秋の危ないところでしたがなんとか切り抜けます。勝負のシーン、ボックス内うまく対応しました。長崎はボールをキープしながら攻めるというのが特徴なんですが、ポイントはどのあたりにあるんでしょうか。ポゼッションを高めると主導権を握れますからね、はい、自分たちがボールを持って相手の守備が崩れるのを待ってチャンスにつなげるのが特徴ですよね。なるほど、そうなるとやはり選手のテクニック、これ当然必要になってきますよね。そうなんですよね。ただボールを出すんじゃなくて次のプレーがしやすい位置にパスを出すんですよね。なるほど、こういう細かいところの選手同士の呼吸が大事になりますよね。テクニックだけではないチームの連携が大事ということなんですね。ブルーノ・フェルナンデス、得意縦へのボール、さあ裏を狙っていきましたがこれは通りませんでした。ブルーノ・フェルナンデス、このボールをインターセプト。さあつながるか、イバルボ、かわした、シュート長崎、いや勝ち越し、イバルボ、素晴らしいドリブルからのフィニッシュでした。いやボックスの中でよくあそこまで冷静に決めましたよね。ドリブルからシュートまでの流れが完璧でしたよね。さあ長崎勝利に向けて一本抜け出しました。クリスティアーノ、裏へ届くか、いいでしょ、ロマーリオに渡る、ロマーリオからペイエ、ここはつながりません。裏を狙う、このスルーパス、セルヒオ・カナレス、流れを止めます。
レバンドフスキスペースを狙ったミューラーここはスライディング、うん、取らないですね。イバルボスペースを狙う、つながります。うまいインターセプトを見せます。このパス、これを読んでいた。これをチャンス、シュート。いや今のは北澤さん、キーパー素晴らしかったですね。キーパーファインセーブでしたね。よく止めましたよね。これはキーパーいい反応。キャンベル、さあ繋がるか。バルセロナカウンターを仕掛けていきます。レバンドフスキ、キーパーよく止めました。このボールはルーカス・バスケス、堅い守備を見せます。ブルーノ・フェルナンデス、あーこれファール、取らないですか、レフリー。前線にボールを送ります。前半終了です。非常に動きがあるファーストハーフでした。差は1ゴール。さあここでお話を伺います。前半は点の取り合いになりましたね。いや盛り上がりましたね。ですが今リーチですから、次の1点が重要になってきますよ。どちらが攻めるかで状況が大きく変わってきますからね。長崎としては特にチームとしてのいい部分が出てましたよね。後半もさらに仕掛けてくるでしょうね。バルセロナ対ビファーレン長崎、長崎が2対1とリードして後半に折り返します。では後半見ていきましょう。このパスを防ぎます。沢田、イバルン、スペースを使う。出るか。ミューラー、キャンベル、さあカウンタースピードを上げたいところ。裏へ出るか。いいボール入りますよ。オフサイドです。縦のボールを入れてきますが、これは合いません。ミューラー、ここは通しません。クリスティアーノ、裏へのスルーパス、さあ抜けた。旗が上がっています。オフサイドです。カイオセザールからエジガルジュニオ、シュート、長崎追加点。これで2点差。さあ長崎リードを2点に広げてリスタート。長崎としてはこのリードをしっかり守りたいですよね、はい、この後のゲームプランには注目ですよね。
バルセロナとしては先ほどから前線の選手はほとんど守備に参加してないんですよね、うん、攻めに集中してスタミナ消費を抑えてるんですよね。なるほど、そうすると守備の面では多少リスクを負うということなんでしょうか。そうですね、守備の際に前線の選手が相手を追わなくなると、まあその分カウンターとの威力は驚異的ですよね、うん、フェデリコ・ディマルコ裏へ届くか、このパスが抜けるインターセプト、トップで収まればねシュートまで行けた攻撃でしたけどもね。ブルーノ・フェルナンデスからレバンドフスキー、澤田、バルセロナカウンターを仕掛けます。これはファールではなかったようです。ここは読んでいました。これはファールを取られました。リズムを刻む、スルーパスを狙う、危ないシーンでしたがクリアの対応。サブスティチューションフォーバーセロナナンバー6デミトリーパイエー coming on to replace him isNumber 22. バルセロナは2本目のコーナー。ルーカス・バスケスからロマーリオ、ボールをクリア。澤田、ここはカットします。パスをつなぎます。秋野からのフィード、チャンスきた。このボールをカットします。これは届くか、仕掛けるか、ルーカス・バスケス、あ、いい展開ですね。クロスが入る、シュート、レバンドフスキー、シュートまで行きましたがボールは惜しくも枠の外。サブスティチューションフォーバーセロナナンバー17、立て続けに選手を入れ替えてきます。ルーカス・バスケス coming on the field is、 これは合いません。ナンバー24ヘッセーラ、シュート、いいシュートでした。決まってればもうゲームは決まってますよね、これね。長崎が最後のカードを切ります。秋野から右へスルーパスを出すと呼んでいた、キーパーからのロングフィード、太陽レース、いいボール出たんですけどね。ロマーリオカウンターですよ。裏を狙っていきます、インターセプト、オフサイドですね。ロングボールで展開、このボールをカットします。長崎がここでファールを取られます。残り5分を切っています。
加藤、裏のスペースを狙う、これを読んでいた。いや少しいい形になりかけたんですけどもね。このボールに触ります。キャンベル、スピード上がってきますよ。奪います。イバルボ、さあ裏を狙っていきましたが、これは合いません。ブルーノ・フェルナンデス、ロマーリオからセルヒオ・カナレス、笠原大きく前線へ、ブルーノ・フェルナンデス、ここはつながりません。加藤、試合終了、3対1、長崎素晴らしい勝利です。さて北澤さん、試合を振り返っていかがでしょう。長崎としてはしっかりと点差をつけて勝利をものにできたわけですから、監督も納得のいく試合内容だったと思いますよ。今日の結果をうまく次につなげていきたいですよね。はい、ありがとうございます。さあそろそろ放送時間も少なくなってきました。解説は北澤剛さんでお送りいたしました。北澤さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。長崎が3対1で2点差の勝利をものにしています。
A quick reminder today that smoking is only allowed in areas shown on this map. Thank you for your cooperation.
Hello, attendees. This is a lost children's announcement. Would the father of a boy in a blue hat kindly make his way to the information center?スペインリーグ。Hello, この時間は、ワジカス対ビファーレン長崎。こちらをご覧いただきます。本日のゲームはイーストロールスタジアムで行われます。コンディションを確認しましょう。今夜の天気は晴れ、過ごしやすい気候の中行われるゲームです。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあ、ご覧のようにゲームはすでに始まっております。スペインリーグ、バジェカス対ビファーレン長崎。サイドの紹介です。向かって右のエンドから攻めるのが長崎、反対側左のエンドからがバジェカス。スペースを狙う。このボールに触ります。秋野、いいとこ入りますよ。山崎、スルーパスを出す。どうだ、この位置で受ける。バジェカスとしては止められちゃいましたけどもね、抜けてくればもうビッグチャンスだったんですけどもね。コメサーニャ、裏を狙っていきます。奪います。足の組み替えも早いですよ。これは合いません。浮かせてきます。これはどうだ、クリア。このピンチをなんとか出します。高橋、イバルバ。さあ、イバルバ、これ仕掛けるか。抜けた勝負のシーン、シュート、キーパー止めた。抜けてくる。審判流しました。さあ、チャンス、イバルボ。ここは必死の守備を見せます。読みの良さと思い切りですよね。素晴らしいですよね。さあ、ファーストハーフ最初のコーナーキックになります。長崎、あ、ダメだ。ポストの左です。素晴らしいシュートだったんですけどもね、ここは枠に行っておきたかったですね。前半この時間帯、両チームともにまだゴールは生まれていません。チャレンジしたところ、これはファールではありません。クリスティアーノからイバルボ、スペースを狙った。守備陣クリアの対応です。さあ、打てるか。シュート、イバルボ、シュートまで行きましたが、ボールは惜しくも枠の外。絶好のチャンスでしたけどもね、うまくコントロールできなかったですね。
セカンドボール拾いたい。さあクリスティアーノ、さあイバルボ、危ない、コメサーニャ。前半30分を経過しています。コメサーニャ、クリスティアーノへ、長崎カウンターを仕掛けていきます。裏のスペースを狙う、いいボールですね。ヘディング、抜けてくる、イバルボへ、クリスティアーノ、シュート、シュートを狙いましたがボールは惜しくも枠の外、チャンスのシーンでした。いい位置でフリーでしたからね、ここは決めておきたかったところでしたよね。アルバロ・ガルシア、自分で行く、硬い守備を見せます。大きく前線へ、クリスティアーノ、ここは対応します。イバルボから右サイド、高橋へ、お、これいいですよ、ボールがつながる、山崎へ、裏へ出るか、狙えるか、シュート止めた。ここで前半の45分が終了しました。まだスコアレスです。さあまずは最初の45分を終えました。長崎としては得点には至りませんでしたけど、終盤で見せた攻撃は残りましたね。先制して折り返すという気持ちを感じ取りましたね。スペインリーグ、バジェカス対ビファーレン長崎、0対0のまま折り返します。さあ後半スタート、まあ非常にタイトなゲームになってますけども、後半立ち上がり非常に大事ですよね。そうですね。どうだ、シュート来た、先制長崎、ようやく均衡を破ります長崎。素晴らしいスルーパスからのフィニッシュ、タイミング完璧でしたね。最後のスルーパス見事でしたよね。やっぱり縦にいいボールが入るとテイクにつながりますよね。そういう攻めの姿勢が生んだゴールと言えますよね。さあ長崎先制ゴールを決めました。1対0、先制点欲しかったですからね、はい、まだ後半時間ありますから、この後のゲームの進め方はチーム内でもう一度確認しておきたいですよね。そうですね。コメサーニャ、ここはカットします。さあ一気にカウンター、フラン・ガルシア、スルーパス、柔らかいパス、加藤、高橋、
カイオ、イバルボへ、イバルボからクリスティアーノ、コース空いた、シュート、いやー、よく止めましたよね。よく止めましたよね。いい反応でしたよね。ファインセーブを見せました。長崎は2本目のコーナーキック、ヘッド、これはクロスバーよりわずかに上、シュートコースは悪くなかったんですけどもね、ちょっと枠に行きませんでしたね。縦へのボール、さあ繋がるか、どうだ、積極的なディフェンス、ここは繋がりません。うわ、取れないですね。ここからですね、空いてますからね、縦行きたいところですよね。ここは競り勝ちます。うまいインターセプトを見せます。 The attendance for this match was 71,898。 裏へ届くか、ということでしょう。この位置でボールを受けます。これは合いません。スペースへ、ボールが迫る。バジェカスとしてはこのやり方を続けていけばいいと思いますね。そうですね、流れをつかみたいところです。さあ右へ預けて、高橋抜けてくる、届きません。クリスチャーノ、おっと、右サイドへ振って二見からカイオ・セザール、加藤、秋野、これは届くか、シュート、来た、追加点、長崎、さあさらに点差が開いています。クリスティアーノ、キーパーの取れない位置を狙った見事なシュートです。あれはさすがに取れないですよね。落ち着いてきっちり決めた、いいシュートですよね。 After 70 minutes is number 7 バジェカスはメンバーチェンジがあるようです。 Substitution on the field number 9 coming on the field is number 12Substitutions taking place. さあ長崎、得点を重ね2対0という展開。長崎としては 2-0 になったことで余裕を持ってプレーできますよね。ただ一つ失点すると流れも変わってしまうので、シュート、いやー今のは惜しいシーン、シュートは枠を外れていきました。こぼれ球への反応は早かったんですけどもね、これは決まりませんでしたね。勝負のシーン、加藤厳しくチェックします。ファールありません。バジェカス
ですね。あわやというシーンでしたが、ここはしのぎます。チャンスになる、シュート、決まった、追加点、長崎。試合が決まってしまうんでしょうか。これで3点差です。今のシュート前のボールコントロール素晴らしかったですね。周りの状況を見てシュートまでの流れをイメージしてボールを受けてますよね。それを実現するテクニックもすごいですけどね。見事なゴールでした。トクラ、先ほど投入されたばかりですが早くも監督の期待に応えました。いや、監督見事な采配でしたよね。選手としても交代直後に決めることができたので、ここからいい形で試合に入っていけるでしょうね。さあ長崎、3対0と圧倒的な強さを見せつけるゲーム運びに今日はなりました。チームに勢いが出てきましたよね、はい、自分たちのペースがつかめた感じですかね、やはり流れをつかめるといいプレーも出ますし、この連続ゴールにつながったんでしょうね。さあ左サイドへスルーパスを出す、シュート、なんと止めた。まだある、今日4点目かというシーン。シュートは枠を捉えきれません。Substitution on the field. バジェカス、ここで選手を変えます。Coming on to replace him is number three.Substitution.ハット、ボール向かってきますよ。ここは体を張ります。取らないですか、レフリー。 There will be 3 minutes at a time. マジェカス、ここでファールをもらいます。ウナイロペス、抜けてくる、スペースを使う。お、これいいですよ。トクラ、カウンターですよ。加藤、スペースを狙う。ここで受けて自分で行く、チャンス来た、低いクロス、このボールには合いません。タッチ終わったところでタイムアップの笛です。3対0、長崎勝ちました。大差での勝利です。さて北澤さん、試合をご覧になってのコメントをお願いします。長崎としてはいい勝ち方をしましたよね。自分たちの持ち味を最大限に発揮して、その上で非常に魅力的なサッカーを展開していましたよね。アンラッキーラッツ、Let's hope for better luck next time。 さあそろそろ放送時間も少なくなってきました。解説は北澤剛さんでお送りいたしました。北澤さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。スペインリーグ、長崎が3対0で快勝しています。
Thank you.